ナッサウ急戦艦は、ドイツ海軍が巡航させた、最初の土急戦艦の艦級である。船体は、全土急戦艦以来の平ら艦ン型を採用した。艦首から構造を記述すると、新設計の、1909年型28.3センチメートル砲を、連装砲塔に収めて一機を配置し、司令塔を組み込んだ、操打環境に短脚式の前、 ほ柱を立て、その背後の1番2番煙突及び水の間の部分は、甲板1段分が高められて関西低スペースとなり、中央部にグースネック式クレーンを、片げに1機ずつ、計2機配置した。その中央部の甲板上に、背中合わせ配置で、四方等を、片げに2機ずつ4機を配置した。後部甲板上に、後部環境に組み込まれた、短脚式の水。 6番手法等を後ろ向きに1機を配置した。前方から取られたナッサウ。監守備方向に6門の手法を施行できた。本級の手法等の配置には特色があり、6機の手法等を六角形状に並べていた。これは純度級戦艦の中間砲を手法に置き換えたような配置であり、全手法を同一方向に傾斜できないという欠点が、 あった。ただし、敵艦隊と乱戦時には、反対源からの巡洋艦や水雷艇が回り込んで、攻撃してきた場合に即応できる利点もあった。また、順位度級戦艦、ビッテルスバッハ級の側面型に酷似しているため、実戦でもたびたび誤認され、敵を惑わす効果があった。なお、この配置は、次級のヘルゴラント級にも踏襲された。 複法は速射性を重視して全球よりも2トル小さくなった1908年型1 5トル速射砲を採用し2番看板の下方に2番煙突を中心とするように放射線上に片弦6門で計12門を装備したその他に耐水来艇用に8 8トル速射砲を艦首と艦尾の片弦4箇所に2門ずつの8門。 その他の場所に8門ずつで、計16門他に、水戦下に、対艦攻撃用に45センチメートル、水中魚雷発射艦を単装で6機装備した。艦隊は、艦首と艦尾が斜めになった、分の重量を軽減できる、カットオフ方式を採用し、舵は、手だと、副舵を装備した。また、長期間の作戦行動は、考慮に入れず、 短期間のみの行動で良しとされたために居住区域を最小限にまとめ、浮いた重量を装甲と武装に回した。また、波の高くないバルト海での行動を考えたためにビルジキールは未装備だったため、外洋航行時には艦の同様が北海の波の周期と同調し、本級の安定性は最悪になってしまった。そのために速球にビルジキールが装着された。 本級は指定不良の場合が多い北海にいて数千メートルからのとっさの方線を念頭に置いて設計されたため同世代の土級艦に比べて垂直部分の走行が充実していた。ありがとうございます。